さんこんにちは、森有です。はい、今日はこれ見てもらうと分かると思うんですけど、スノーのアプリを使ってこうちゃんに愛の告白をしたいと思います。私からまあ好きとかっていうことあんまり言わないんですよ。で、普段の気持ちだったりとかっていうのを LINE で言うのはなんか恥ずかしいから、24時間で自動的に消えるトークができるので、24時間でちょっと消えちゃうからこそこう言えることがあるかなと思ってちょっとやってみたいと思います。とりあえずなんか緊張して何喋ってるか分かんない。明日帰ってくるんですよ、日にち的には。今日帰ってくるんですけど、ちょっとまだ多分寝てないと思うので、めっちゃあ既読ついた。怒ってる。GIF ってやつがあるんでちょっと撮って送る。なんか来た。ん？何この猿。うわ、何？お疲れ様です。記録早いな。なんて、なんて言えばいいんだろう。多分違う、なんか違う。なんでだよ。意味わかんない。なんでラーメン食べたとかなってる。違うんだよ。私が言いたいのは違うんですよ。なんで食べた系なの？食べてないから。でも、怖い。なんな。スタンプがいっぱいある。このスタンプ、ちょっと待って、マニスった。今プーさん無事。あ、間違えた。最後何しようかな。ハートです。とこれからもよろしくお願いします。末永くいい嫁になります。あ、寝ようかなって言ってた。ちょっと長いですね、動画がね。あ、遅れた。なんかこれさ、改めてさ、なんか言うってさっき、なんかすっげーテンパっているのが分かりますよね、この感じ。でもこれ24時間で消えるから、もう私は何もなかったことですね。何、OK? 何 OK って。はあ、おやすみなさい。早く帰ってきてください。はい。はい。一方的に気持ちだけ伝えて寝ます。まあでもオールオッケーかな。なんかこう普段言えないこともこのスノーを使って皆さんも伝えられたらいいんじゃないかなと思います。みんなぜひやってみてください。ということで、まあ愛再確認、あ、来ました、ちゃんとおやすみって。はいはい、ということで愛は変わらずでした。はい。
ちょっと恥ずかしいんで、ちょっと聞きたいな。こんな感じでトークができるあのスノーでした。なんか普通に右スライドしてこうすぐにスノートークストーリーでいくっていうのが私知らなかったんで、改めて使いやすさを感じれたけど、すごいまだ心拍数がやばい。いつもね一緒に住んでると言えないこともたくさんあるので、まあちょっと今日はストレートに言ったんですけど、多分びっくりしてるかなと思います。あー心臓に悪いね。無理やりでした。バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはこちらに出しておきます。そして過去の動画はこっちに出しておきます。あー今日の動画は本当に久々に緊張しました。愛の再確認としてはすごく良かったなと思います。無理やりでした。バイバーイ。